はい、どうも、岡田です。よろしくお願いします。はい、さて、今回はこちら。まあ、前回紹介した、ビルトロックス 16mmF1.8。はい、このレンズを今日は使って、写真を撮ってみたいと思います。はい。で、まあ、今から、まあ、そろそろ夕飯の時間なので、まあ、ご飯屋さんに今から行ってそこで写真を撮ってみたいと思います。はい、ということで今回の動画もよろしくお願いします。それでは行ってきます。はい、ということで今戻ってきました。はい、今回はこちらのビルトロックス 16mmF1.8 こちらのレンズで写真を撮ってきました。はい、でその写真は、はい、こちらになります。はい、まあ、今回そんなに枚数は撮ってないですけども、まあ、そこそこ綺麗に撮れたと思います。はい、で、まあ、今回少なかったのでまたこのレンズを持って、写真を撮りに行こうかなと思ってます。はい、ということで今回の動画は以上となります。では今回の動画良かったと思ってくれた方、高評価よろしくお願いします。それとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、あと、インスタグラムの方もやってるのでそちらもチェックしてみてください。概要欄の方にリンクが貼ってあります。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。